ストーブのこの鉄自体が800度ぐらいまでしか耐えられないんです、うん、で耐えられているということは、うん、この耐火レンガがすごく活躍してるってことですよね、うんうん、そうだから実際は、火がついているその中心は1500度なのかもしれないけれども、うん、耐火がレンガでこう遮熱してくれてることによって、うん、鉄の変形を防いでくれてるっていうことですよね、うん、だからイエルカさんのこのストーブに関しては高出力でガンガン耐えてあげた方が、うんうん、いいのかなっていう気はしますね、うん、だからそれこそカラマツストーブとかと一緒で針葉樹ガンガン耐えても大丈夫っていう、うん、あれじゃないですかね。こんだけね鉄板熱いですからね、うん、通常高反性のストーブってここまで熱くないんですか、はい、あうん、よくだからカラマツストーブとか針葉樹が使あの乗せるっていうストーブっていうのはその鉄板の厚みなんですよ、うん、で必ず中が耐火レンガであったり、うん